ふざけたやつやの、ね。ふざけたやつ。ふざけてますよ、だいぶ。二人とも個性が強い。あれが一番個性来た。<laughs> 本当に。こ <laughs> <laughs> の顔で大阪弁喋って。<laughs> そうか、わざとお風呂につけてきたんです、ねで。わざとお風呂に。つけて <laughs> <laughs> どうでしょう。いいですか。でも中条さんどうでした、今回お父ちゃんがね、鶴瓶さんで。うん、そして、娘が江口さんっていうのは、ご一緒してどんな印象がありましたか。 え二、ー、人とも個性が強い <laughs> なんかこう、うん、本当に江口さんもこうなんて言うんですかね独特よう<や> <laughs> 考えたらお前が一番個性<風> <laughs> 本当に。<laughs> この顔で大阪弁って。<laughs> そって<か> <laughs> 見た目からはなあ ちょっと。な、ほんまに。不思議な感じ。ふざけたやつやね。ほんまふざけたやつ。ふざけてますよ。よだいぶ。<laughs> 今日ダメだし、で、されるんですか。そうです。<laughs> いや、でも、本当に。なんやろう。二人に負けないように頑張ろうって一生懸命思ってたんですけど。でも、江口さんの。なんか自然体な。なんか現場に行ってもいつも自然体な。姿だったり。こんな私を。 今もって優しく、包み込んでくれて、<laughs> あの、鶴瓶さんも、そうなんですけど。いすごい僕は、まあ,あ、んまり言われへんな、僕。<laughs> <laughs> だけど、本当に二人いいですよ。本当に、あの、どっちも引き出してるよね。まあ、え、江口はそのままやってんねんけど、良さがどんどん引き出てる。なんか、本当に、自分が、なんか、このお二人とじゃなかったら、あんな。 自然な感じでできなかっただろうなってできなかったやろうなって思うんですごい本当に感謝していますいや私はもう中条さんに甘えっぱなしで <laughs> 鶴瓶さんには支えてもらって本当に二人にはむちゃくちゃお世話になりましたそう。<laughs> でも二人めっちゃ良かったよ、俺もまあまあ見た、見た。映画見てもそうやし。うん。すごい、なんかいい感じやなと思います。見はっ思いますわ。こんな、こんな上手や思えへんかったもん。思っってなかたいやいや、こんな上手や思ってなかった。ええ、嘘。そう。お、上手にできてました。上手やった。いや、よかった。うん。そうやで。でも、見てて、ね、本当に、あ、家族だって見えてきましたけど、どうですか、鶴瓶さん。もし本当にですよ。 本当に江口さんが娘で、で、ね、本当に。長城さんが。奥さんだったら、どうなんですか。ね。今ちょっと脅してくるんですよ。生き出物今、最高やろ。最高ですよ。最高です。最高です江口さんいやいや。最高です。いや、本当になか、気使わない部分がすごくいいから、家族でもそうやと思うんですけど。 気遣ってた知らないでしょう。すごくいいですね。はい。江口さんもね、撮影中、さっきね、支えてもらったとか言ってましたけど。はい、具体的にこう、一緒にいた空間ってどうだったんですか。えー、一緒にいた空間ですか。まあ、ちょっとした空き時間とかに。 鶴瓶さんとあやみちゃんと一緒にね近所の神社にお参り行ったりとかああそうやわ行きましたねそうそうであやみちゃんと二人で食堂で食事したりとかああ喫茶店でお茶したりとか、ね、本当に尼崎の町で一緒に過ごしたことがすごく楽しかったですし何<あ>か難しいなどうしたらいいかなっていうようなシーンとかでもあの言葉で説明して相談しなくても芝居を何回かやっていく中で。 あのお互いにこう,なんかう,う,うまいこと寄り添ってやっていけた感じがあって本当に鶴瓶さんとあやみちゃんじゃなかったらあの最後までできてなかったような気がしますね。はですよだからほんまいやいやいや主役やからものすごくその辺は責任持っていろいろ悩んでたから、うん、こんだけ考えんねやと僕,、まあ、僕も考えますよ。 いろいろ考えてやってるんですけど何やねんほんまですかほんやん <laughs> ずっと昼寝してたじゃないですか <laughs> 台本も覚えんと <laughs> <laughs> そんな台本も覚えんと覚えんとってばっかり言うけど喋 <laughs> ったやんかちゃんと台本的には <laughs> そうですね、うん、しゃ喋ってたやろ俺しってましたすごいんですよ ほんの何十分かでで覚えるんです、うんはい、本当に鶴瓶さんすごくてでもまあ映画を見ると別に何の違和感もなく、うん、一番そこにスッと馴染んでるように見えますしずるいはいず,ずるいっていやいやまあまあ本当に家でちゃんと下読みしてきて初めてのように見てやるんですよあれは違う違う絶対見てない <laughs> な何絶対見てない お前の台本見たやろ俺の台本。<laughs> しあしやなってやつですか。しわざとお風呂につけてきたんです、ね。わざとお風呂につく。<laughs> んだことあれ。<laughs> もう息もぴったりですね。やっぱり映画見ててもお二人すごいね、ダブラブの夫婦だなっていうふうに思ったんですけど。<laughs> うん